じゃあ矢口さん、じゃあこっちです。買いましょう。あ、井口さん、私もこの商品実は買っちゃいました。え買ったんですか？はい、もう持ってるんです。あ、持ってるんですか？はい。あ、矢口さん、何されてるんですか？井口さん、おはようございます。おはようございます。秋服が欲しくなって。あ、秋服いいですね。はい、何買おうかなと思って見てました。あ、じゃあ突然なんですけど、はい、ここに3万円あります、はい、これで購入したい商品を選んでください。購入したい商品ですね。はい、かしこまりました。好きに使ってください。じゃあ早速選んでいきます。こちらの商品を選んでみました。あ、結構たくさん選びましたね。はい、4点選んでみました。これ総額でいくらになりましたか？29,370円です。あ、じゃあ先ほどの3万円でちょうど足りますね。はい、じゃあ矢口さん、じゃあこっちです。買いましょう。あ、井口さん、私もこの商品実は買っちゃいました。え？もう買ったんですか？はい、もう持ってるんです。あ、持ってるんです、ね、はい。じゃあ実際にもう購入した商品ということですね。はい、実は履いてます。本当ですね。はい気づかなかったですよね。気づかなかったですなのでこちらはお返しいたします。分かりました。じゃあ、せっかくなんで実際に購入した商品でコーディネートを見せてもらってもいいですか？はい、かしこまりました。じゃあ着替えてきます。着替えてきました。あ、いいですね。こんな感じです。あ、商品の特徴とかあれば教えてください。はい、ニットはすごく着心地が良くてもちもちしてます。もちもちですか？はい、ちょっと触ってみていただくと分かるんですけど、もちもちしてます。おパンツはどうですか？パンツは結構シルエットがハイウエストで太めのシルエットになってるので結構かっこよく着ていただけるかなと思います。結構ワイドな感じでシルエット綺麗ですね。はい、そうしましたらもうワンコーデ着替えてきます。お願いします。はい、着替えてきました。あ、いいですね。後ろの着丈が長くなっているのでカジュアルな感じでも着ていただけますのでオンオフ使えるデザインになってます。と、もう一つポイントがありまして、襟の内側にボタンがついてまして。本当ですね。開けて着ていただいた時に襟が広がらないように設計されているのでこちらもおすすめのポイントです。あとこちらのブラウンのパンプスなんですけれどもとても履き心地が良くて高見えするのでとてもおすすめです。どうも、よく似合ってますね。ありがとうございます。岩渕さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もし気になった商品があれば概要欄に貼っておりますので見ていただければと思います。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。